お、うわ、やべえじゃんこの部屋絶対掃除道具が綺麗にしまわれているうーんーアンティーク調の食材だはーこんだて表だろうか一週間分のメニュー うん公式の柱時計だ光ってるとこ見るか紫の手記え先々代が建てられたこのカラクリ屋敷も学生寮としての改築が終わり本日から明人様ご夫妻もここで暮らし始めることになる未来ある若者たちを見守ることが楽しみないようだ清子様は体が弱いためお二人の間には子供が難しいかもしれない清子様と明人様ね OK 覚えたそのためお二人が若者たちを支援しようとする気持ちを私も尊重したい 先生内が建てられたこの同じとこ見てたわ俺 <laughs> 清子様の計らいで住み込みで働く少女が来た実に真面目でいい子だ孫とも仲が良くこの調子なら早く仕事を覚えるだろう学生たちもこの寮生活に慣れ始めたようでおのの勉学に励んでいる様子に明人様たちも喜んでおられる見か、えー、様の羊であるこのやくももお二人が幸せそうで実に喜ばしいことだはこの手記はやくもって子が書いているんだやくもっていう羊さんだねなるほど お探索はこんなもんからの時間が来る前に集合場所に戻っておくか。ちゅうわけで、うん、まあまあまあ、ここに来て初めてのね、あのワードも出てきたけど、まあまだちょっと結びつけはしないみたいな感じ。何かあったかいや、今のところは。こっちも同じ。こっから出るのに役に立ちそうなものもない。はああんまり進展ない感じか。公平はさあな。俺は知らねえ一回見かけたけど、それ以来俺も見てないな。 公平のことだし少し待ってりゃ来るでしょやと何その汚い子供用の傘そこで見つけた何か使えるかなってあ名前が書いてある雨宮だってあっえな何おい何でこれがここにあるんだよお前やっぱりここに来たのか知らない名字が同じってだけで 偶然だろうああ偶然なわけねえだろうが雨宮なんて苗字ここら辺じゃお前らしかいねえよだから知らないって言ってるだろう仮に来たとしてもあの事故で何も覚えてないんだ仕方ないだろうというかお前こそやっぱりって何だよ <laughs> あごめん2人の喧嘩の理由がわからないんだけどなんであれが神崎のものになるの なんで僕に聞く今の会話から察するにあいつの旧姓が雨宮だってことじゃないのあいつ僕と同じ片親だしへえじゃあ覚えてないって何こいつ昔交通事故にあったせいでそれ以前の記憶がないんだよあマジ全く覚えてないのああだからこの傘も知らないてんてんてんえっと 遅いえっ平だよいつまで待たせる気なんだた確かに遅いねいつもは時間にきっちりしてるのに面倒だけど二手に分かれて公平を探すよ僕はシンと一緒に探す隼人はそいつと一緒に探してえあうんじゃあ僕たちは西立を探してみるよ二階の方も一応見てみるわかったじゃあ こっちは東館を探せシン行くよあてんてんてんまあただならぬ関係とまあ何か失われた記憶にちょっとこの二人が仲悪くなってしまった引き金のなんか出来事みたいなのがねありそうな感じがしたね今ね。ミチルの傘を入手したあさっきさ2階でこんなの見つけたんだお、あ,あ持ち運び型の地図か広いな <laughs> 1回も2回もバチクソヒレじゃんかよこれ オッケーまあいいやよし館、えー、内図を入手したへえー、いいのを見つけたなうん早く公平探し行こうはいというわけでえー、っとこれは2階の西建て西側を探しに行けって感じだったねおおまえ、あ、この飾られてる絵はまあ、どの部屋にあるのとあんまりリアクションは同じだよねいやこういう甲冑怖いよなこれなんか急に動き出しそうな感じしないあなんかすげえ豪華な絵が飾ってある。 聖母マリアの絵が飾られているえ宗教画ってやつなるほどここの絵はあれだね他のとこに置いてある絵とはちょっと違うんだねでじ、ね、ゃあ西してあれ <laughs> 入れんこっちかほいオッケーなんかあるねはあ「盆栽と書かれた謎の仕掛けがあり中央に四角い穴が開いてあるこれなんか使ったはず使った気がする俺の3年前の記憶がいってるおおっクリスチャー入れないようだなの音だ今あここがねあのなんかぬかるんでるというかちょっと弱くなってんだね <laughs> 大きな木の板が立てかけられている。入れた。うん。浩平いないね。えいやもっと探せやもっと。いるかもしれんやろ、お前。その左上光っとるからそれ。そん中にいるかもしれんやんけ。お前もうちょっと探さんとちゃんと鍵がかかってるようだ。あ、これあるね。これあの思春期の学生にね、まあ、ここ学生寮だから、ね、一応もっとね。あるよ、これ壁殴ってしまったよね、これね。そういう時期ありました。おなんか貼ってある。 康平いないね <laughs> だからもっと探せもっとなんか明らかにヤバいお札みたいな貼ってあるやんけここなんか上に魔法陣みたいなのあるなあれなんだお、ここはここも康平入れるんかいここは調べるんかーいてか上になんかいるあえ待って血入れてんじゃんねえ康平だ。うわーなっんでっこ これ、何の冗談起きなよさっさと起きろって今の叫び声、なん、のな。ま、公平がさ、さっきから柄にもなくふざけてるんだよ。ほら、みんなも何か言ってやってよ。隼とほら、公平いい加減に起きろってつまんないからさ早と シーンあだってとにかく一旦ここから出ようこんな場所じゃ明らかに事故じゃないそれになんで2階に僕も隼とも公平を見かけてないぞそれでも公平が2階に行った可能性はあるだろうあいつなんか様子が変だったしそれにしてもなんであんな。 レイ。え幽霊だよ。ここ、呪われてるんでしょ勝手に入った僕たちを全員殺そうとしてるんだ。だから、ここに閉じ込められてるんだよ。はあ、幽霊って、お前。じゃあ、なんで公平がなんでどこからも外に出れないの知らねえよ。変な仕掛けが多いんだ。 もしかしたら俺たち以外に誰か潜んでるかもしれねえだろうが幽霊なんているわけねえだろ仮に隼人の言う通りだったとして幽霊相手にどうすればいいのそそれはでも僕が来たいって言わなければとりあえず今はこの屋敷から出ることが最優先だよ早く警察に連絡しないとだったら探索を続けた方がいいんじゃないか 危険なのを分かってるけどここにいても何も解決しないし同意見だね悪いけど今は一人になりたい勝手に行動させてもらうからな何かあったら情報共有はしてねあと21時までにはロビーに集合忘れないでよああ二人も分かったハヤト大丈夫僕も一人で行く じゃあ、僕も。というわけでバラバラに急になってしまったんだけど一人が死んで一人が錯乱してもう俺たちの絆はボロボロめう。じゃあとりあえず、えー、さっきの探索で行けなかったところを行ってみますか。なんかあのね公平がいなかったって言って探索できなかった場所が多々あったからそこに行きたいねここね。えっの覗ける女の子 いやこれやばいって何もしないノックしてみるもうノックするよ勘弁してダメあいちゃあ待って入っちゃった <laughs> 待って入っちゃった最悪 <laughs> ゆりかごのように動く馬のおもちゃじゃん俺もこういうので遊んだことあるのかないなくなってるやんけピンク色の熊のぬいぐるみいかにも女の子らしい感じがするうん ピエロのびっくり箱だ。どこかイラッとする顔をしてる。これ大丈夫これ調べて。さっきまでここに女の子。えトントンってノックされてる。クマのぬいぐるみだ。ああ、大量の黒いシみがついてる。右上のクマちゃんが怖い。左上だった。フランス人形が置いてある。こういう時にもね、平常心を大事なんですよ。わかりますか皆さん。リピートアフターミー。平常心が大事です。トントンされても自分のペースを乱さない。 なんならこのベッドに出てく勢いマイペースマイペースね。あもういなくなってんね。どうせ俺<ー>ハサミ持ってるの、どこかに隠れないと、ここしかない<っ>青鬼で学んだ俺は、困ったときはタンスに隠れろってお父っつんが言ってた。くるえあっ、はやとか。しだった間違えた。し <laughs> んでも待って、女の子のぬいぐるみあったよ。 あれさっきのハサミを持った男はあれ男だったなあれ女の子じゃないのてかしんがさあああちょおまなにこんな時に遊んでんじゃねえよち違う誤解だこそこそ隠れて何してたんだよ変態かお前は女の子が中にそれにさっきハサミを持った男も見たんだ お前こそ何も見てないのかさっきまでドアの前にいたんだぞはあ何も見てねえよそんな確かにおいこれ英語の絵日記を入手したへえさっきあさってたやつか代わりに共有して京也に翻訳しろって伝えろ俺は周囲を回ってみるあ一人でもし言うお前までそんな馬鹿げたこと言うんじゃねえよああお前 なんでそんなに否定するんだはあさっきのカイドウに対してもそうだなんでそんななあ昔のこと何も覚えてないんだよなあまたその話か覚えてないって言ってるだろうじゃあカケルのことも思い出せないんだなカケルああ俺の双子の弟だっけ お前が事故に遭ったあの日以来行方不明だけどなお前らいつも同じような服ばっか着ていつも一緒にいてすげえ仲良かったんだぞなんでいきなりその話になるんだよそんなこと言われても覚えてないってお前昔からそうだよな否定ばっかして少しでも記憶を思い出そうとしたことあんのっさっきのセリフお前にだけは言われたくねえよ んーなるほど。かけるくん。思い出そうとしたよ。昔は。ここに来てかけるくん。新しいワード。うーん。双子の弟がいた。っていうのかね。てか気になるなー。なんかもらいはしたけど。うんーとね。これ英語の絵日記、まあ、読めないからとりあえずこれあの訳してくれるのに時間がかかるからとりあえずこれをまず、えー、備え備えお供え物してきます。はい。挟んでおいた。オッケーイ。 で、えー、僕はまた戻ると探索に戻りますほいーゴ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 ーで入れないようだここもねそうなんだよねさっきは入れなかったけどお三角形の石を入手したうんー黒いシミが飛び散ってるこれでも血だよな黒いシミってズバルズバルところ何やズバルところってズバリでいやこの部屋の配置奇妙だな奇妙ではないか奇妙ではない女性もの服が収納されている ね、そんな気がしたそんなに匂いしてた今でも何もないねまああったんだけど厳密には待って待って右下になんかあるぞこれ調べられそうな感じする調べられないただのシミだじゃさっき行けなかったとここことかねもう完全にヤバみじゃんこれあセーブできるはいオッケーセーブしたとりあえず調べれるとこ全部調べてみよううんコンパスや鉛筆など今でも使われている文房具が保管されているなるほどなんかそういうお墨が入っている何これ防災訓練開催法 1. 1必ず専用の取っ手を使用すること。に閉鎖する場合は、何、えー、とかの手元は北向きに。開放する場合は、えー、取っ手は何々向きに刺す。まあ、閉める場合は北向きっていうことだね。えー、線がよく回数通りに作動することを何とか何とか緊急時以外の使用禁図。うん、まあ、何かのメモがありますと覚えておこう。本棚に、えー、これ掃除ロッカーはいはいはい。きれいに畳まれ収納されている。おっ 箱の奥に謎の模様が光を放っているあれは何だろうあーまあ見えないね何もないかーい何もなかったわうん、なんかありそうな感じするけどなこの部屋だがしかしだがしかし何もないここはうわ死体放置されてるてん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 これ急になくなってたりするんだぜ絶対昔の筆記用具だうん、なんかある感じはしないねここにはね ざしやカカなど入れられらている基本的にに女女のののの人人が多かかったのかなな単純に女の人の部屋なんだよ、この部屋。なあ。お前これやべえ部屋じゃんけ、ここお前。一人だけお祭りの部屋みたいになっとるやんけ、ここ。絶対入んねえからな、お前。あ、女子寮あ、そうか。女の子の部屋が多いと思ってたら、こっちが女子寮でこっちが男子寮あー、ちょっとょ入らん、入らん。絶対入らん、絶対入らんからな、俺。絶対行かんから。鍵がかかってるようだ。絶対入らん、言うたけどもう行くしかないな、これ。 えー、左が女子寮で右が男子寮じゃあ真ん中何真ん中は何これ何があんのこれあおい親方様のねみか様のおうちおうちというかなんかそういう住まいみたいなやつがあるのかねこれもしかしたらそんな気がするうんまあ男子寮も行ってみますか鍵がかかっているようだ鍵がかかっている男子寮の方がなああんか立ってるあお前かよお前かよ本当に今日やはあ 少し疲れるね。なんでこんな面倒な構造にしてんだか。でもお前、ここ初めてじゃないんだろまあね。でもさすがにこんな変な構造だなんて知らなかったよ。何しに来たんだよ、こんなところに。一人になりたい時なんかにはちょうどよかったんだよ。あの人がいる間は、僕にとって家も学校もストレスでしかないからね。あの人父親のことだよ。社会的地位にばかり気にして、息子には興味ないくせに、 問題を起こされると迷惑だからって学校にもいろいろと手を回してるんだってそういえばお前の母親も似たようなもんだったねどういう意味だよ中学の時お前にべったりで些細なことでクレームつけに来てたじゃないか部活どころか修学旅行にも行かしてもらえなかったしまともな学校生活には見えなかったけどね仕方ないだろ元から精神的に弱い人だから俺が支えてあげなきゃいけないんだよへえ しっかりしてるね。別に。結局は入院してるんだ。俺は何もできてない。こんな時に無駄話しすぎたね。じゃ、僕は他のところ調べてくる。フラグなんじゃないかこの他のところ調べてくるっていうの。大丈夫か一人で行って。で、男性用の服がしまわれている書きかけの文が置いてある。うん、この階段式のね、タンスね。ちょっとオシャンティーな。ちょっと昔ながらにしておしゃれに目覚めつつある男子生徒。まあでも何もないと。 今日やがな、次な、死にそうな気するけどな、ぽっくり行きそうじゃないの感じ。一人でだって調べに行ってね、このままぽっくり行きそうだけどね。おあー、なるほど、クマちゃん。男の部屋なのになんでこんなにクマちゃんがあるんだ怪しい。怪しいぞ。あ、これは男の、ここは男の部屋じゃないのかなこっちは。あ、男物の衣装の他に古い布についた可愛らしいハンカチなどが隠されている。隠されている。怪しい。怪しすぎる、この部屋。あ、お前。 本当に一人で大丈夫か無理しないでシンとかキョンヤと一緒に嫌だあい、今は一人の方が気が楽なんだ分かった神崎は僕のこと怒ってないのえだって僕がこんなところに行きたいって言い出したからきっかけを作ったっていうかきっかけはどうであれ屋敷に入ったのは俺の判断なんだから カイドは関係ないよ関係ない僕は悪くないだったら公平カイドン公平って本当に助からないかなは早く病院に連れて行けば助かったりしないかな実はまだ大丈夫で公平が助かってそうなれば僕のせいじゃなくなる。 他のところ行ってくる。早くここから出ないと。ね。やーべえよあいつ。カイドウ。やーべえおらプンプンしてるよあいつから。青の裁縫箱だ。色とりどりの色が今も綺麗な状態で残っている。なるほど。まあ、とりあえず行けそうな部屋。なんだよこの部屋。じもういたやんけ今も明らかにおかしいの。英語のレポートが手に入れた。 とりあえずここ全部。なんか曰くつきの、ああ、なんかたたられてるこれ。金庫は札のようなもので、封、えー、ーがされている。鍵もかかっていないのになぜか開けられない。あれなんでこの金庫開かないんだなんでだ少し机の上が荒れている。何か調べ物をしていた。うん、なんか急いでたのかな片付ける暇がないぐらい。とりあえず今のメモ見てみますか。英語、あ、ダメだ。英語のレポートだ。無力やな、主人公。英語に関して弱すぎる。俺も弱いけど、英語に関してもう一切の力を持たない。もう、あ はい、防災と書かれた謎の仕掛けがありなるほど向こうと同じ仕掛けがあったんだねーとりあえず戻ってきたんだけどこっちは行けないもんなかがかかっているまあみんなもう戻ってるってことなのかなここにいたら会議が始まるんじゃないか戻ってないまあこれをちょっと挟んでえー、あ今日やえまた出てきた頼む絵日記、えー、翻えしろ報告さっきはやとが言ってた西しを開けたぞ俺は他にも調べたいところがあるから誰か代わりに調べろほう 西建てを開けたってどういうこと図書室を調べたけど背が届かなくて棚の上までは調べられなかったハヤも届かないからカ崎が調べてよなるほどこうやって行くところがどんどん増えていくんだね行けるところがえーちょっとおもろいで絵日記完了はい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 でじゃあ完了してもらった少女の絵の日記見てみようかうなんでやこの絵お前下手くそやなこれ今日は日本におしっ越し みんな背が低くて同じ顔をしているわ。シンプルに悪口やなこれ。 家はとっても広いけど、私の部屋は草の匂いがする。小さなお部屋で最悪です。嫌だな、こんな女の子。11月11日、退屈、早まだ3日じゃないまだ3日しか経ってないよ。退屈、お父様はお仕事、お母様は家事。アロルド兄様は日本のお人形を可愛がってる。なるほど、アロルド兄様の部屋があの部屋なんだね。多分ね、男のなんか人形とか置いてある。服は綺麗だけど、顔がぶっイくだから私は嫌い。でも男らしくない。兄様はもっと嫌い。 11月13日兄様がお母様からハサミを借りてるわまたお人形作りかしらお母様は困った顔をしてたけど兄様は嬉しそう男のくせに気持ち悪い出てきましたよハサミ11月17日兄様がまたお父様に怒られてたお人形で遊んでることがバレたみたいお父様の命令でお母様は裁縫道具を没収してた兄様はお部屋に閉じこもっちゃったこれアロルド兄さんだいぶ怪しいねこれ で19日兄様が隠してあった裁縫道具とハサミをお部屋に持ってくのを見たわやっぱりバカね明日お父様に言いつけちゃおはあこの先の日記めっちゃ気になるこれやばいってこれもうお兄ちゃんもう激凛に触れちゃったよ家族に味方いないみたいになってるやんけお兄ちゃんで西側に行けなかったところが行けるようになったってことなんだけどまずは図書室に行って、えー、届かなかったっていうところここだよな図書室ってあれ違う あ違うこれ資料室かこれ図書室っていうのはうーんとねかんないぜ図書室どこだあ2階かか図書室は2階にあるのかはい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 あーでもそこ行けなかったけど行けるようになってるってことなのかなまあいいやちょっとわかんないけどとりあえず開けたっていう部屋知りたいここか開いてるあここじゃないね2階だ2階の、えー、西建てのところが行けるようになったと思いたい俺的に多分ここが開いてるんじゃないかと思うんだよねビンゴ ビンゴだがしかし図書室にはやばいよこれ多分やばいの待ってるよ9月13日14時より英語学習特別講師三浦茂教授デリック・サンクソン氏と書いてある次回の講習内容のようだちょっとよく分かんないですねでここが講習室、えー、ここで夜な夜なね講習が行われてたということで古風な壺だ当時の教科書や問題集が多く並んでいる勉強熱心な住人が多かったようだ はあ、誰かの書が飾られてていいる達筆すぎて読めないと黒板には何も書いてないしこの棚みたいなの開けないしここはスケジュールが書かれてるなるほどえ備、ー、品が置かれている何もないんかーい見事になんもねえなこの部屋将来的になんか使うのかな一個だけこの椅子がね引かれてんのが気になるけどねこれねまあ何もないとなんかあると思うんだけどなじゃあ問題の図書室行くよみんなはい,やばい これ絶対鳥肌立ったもん今、えー、書物が並んでいる並んでいる並んでいるこれなんかどこか一箇か変わったりするかなそういうあるんだよねなんか同じかと思って調べなかったら同じじゃおっとここで動かせるなあ待て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 なるほどなるほどなるほどですよいおいおいおいサッカーボールじゃいおいおいおいあ待ってやっちんちんかもしれないこれやったか俺これやったなこれ俺やったないややっ てないか？大丈夫か？これ？ギリギリやってないあやってなかった。よかった。危ね完全にやったかと思ったわ今。今やらかしかと思ったよ。おそらくこれなんだよな。なんかアイテムがあるけど、はい。まだ手が届きそうにない。なんでだよ。これ以上どうしろって言うんだよ。お前孫の手でも貼ればいいのかよ。お前まだ手が届きそうもないって。何使えばいいんだこれ棒なんて持ってないもんな俺。俺えー、まだ取れない。今の段階じゃ取れないのかな？これ。う なんか使えないかなあ傘で取れたなるほどこれで取るとうえー桜の鍵を入手した思ってたより傘が役に立ったなっなんだこれこのノイズみたいなやつあ昔の記憶を思い出してるのか失われた記憶がよみがえるうわさっきより雨が強くなってきちゃったかける大丈夫ちょっと寒い。 なんでずっと甘やるのにもしないのだんだん頼せめて木の下にいればよかったのに。だってみんな来ないから木の下にいると僕に気づかないと思ってそんなのどうでもいいよあいつなんてみちる怒ってるの僕のせいあうん、うん、全然違うよそっかよかった。ーはあこのままじゃ風邪ひいちゃうよごめん俺も一緒に行けば練習休めばよかったなダメだよもうすぐサッカーの試合なんでしょ それにミチルは何も悪くない僕がお母さん持ってこなかっただけなんだからでも僕もさピアノの練習頑張るから一緒に頑張ろううん早く帰らないとお母さんに怒られちゃうねミチルのこと心配したゃよカケルのことも心配してるよてんてんてん雨が止むまでもう少しここにいようかあそうだんんんんんんはあ、なるほど雨宿りで 幼い時のこのみちるくんとかけるくんがここに入り込んじゃったんだねだからその時の傘が置かれてるんだけど傘が捨てられてるっていうことは二人ともこの屋敷から出ることはなかったっていうことになるのかなそれかかあの雨がねやんで傘をここに捨てていったか何かに追われてそんなこと気にする暇もなく飛び出していってしまったかっていうところだと思うんだけど今のは俺の過去あれが昔の俺とかけるなんでいきなり 頭痛くくなってきた早こここから出ないとこの部屋、やばい。で、この桜の紋章が書かれた鍵1階のどこかで使えたようなということで、で次からですね、えー、この桜の鍵を使って探索もっといろんなとこやっていきたいと思います。まあ、ここに来てね、かけるくんっていう自分の双子、双子だからね、ちなみに。双子の弟か まあ、双子として確か書いてなかったと思うんだけど、どっちが兄でどっちが弟なんだろうちょっとそれはね、あの、書いてあったからちょっと謎なんだけど、複雑になる人間関係、明かされていく真実。次の回も楽しみにしててください。はい、一番わけで最後までご視聴くださいました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方を押していってくださると嬉しいです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます通知をね、えー、入れていただくと生放送の通知が来るようになるのでぜひチャンネル登録と通知していってくれよなーあとね、Twitter とかもやってるんでねぜひ Twitter の方でも仲良くしてくださいじゃ、また次回の動画でじゃあな